どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ちょっとみんなに絶対に知っておいてほしいことが1個ありまして、今日は動画にしていこうと思います。はい。でも今回タイトルとサムネでネタバレしております。今日話したいのが、ミルコですね。僕、ミルコね、まあこんな感じですね。つって、多色だからちょっとね、スルーし気味だったんだけども、これやっぱ何回言ってもこいつ強すぎるんで、もう一度話していこうと思います。はい。で、ミルコが星6キャラクターなんですよね。そもそもヒロアカって星6って交換できたっけ？もうそれすら覚えてないんだけど、パズドラのヒロアカの交換所っていうのが星6は交換できないですね。オールマイトとかみたいな星7キャラクターかなが交換できるだけであって、星6は交換できないですよね。あ、じゃあガチャ限定ってことね。ちなみにってことは、新キャラ全部ガチャ限定ってこと？デック星8。ん？星9と星8が追加されて、ミルコは星6でしょ？ん？新キャラ3体か、今回。ちゃうよ、4体よな。こっちはな。うわ、今回、交換所なしやん。うわ。マジでこのゲーム、交換所、クソゲーになってんの？ほんとに。まあいいや、それは置いとくわ。このゲームがクソゲーなことについては言わん。ただ、バインドスキブさんボイス持ち、あ、こいつガチャ限定です。もう一回言うけど。バインドスキブさんボイス、あ、もう一回言います。ガチャ限定です。バインドスキブさんボイス持ちの34ターン変身、2ターン変質キャラなんですよ。変身自体は本当に重くて、5点とかが35なんで、ミルコ34っていうのは、もう数値としてはめちゃくちゃ重いです。変身キャラの中でもトップクラスに重たいんだけども、ちょっとあまりにも変身後が強いんで見ていきましょう。はい。バインド指三色攻撃5個ガドブレボイス持ちです。はい。で、まあ、このキャラはねガドブレ持ってるんで普通に火力も出しやすいんですけど、まあ、2.5 の重傷なんで単純に9536倍の火力を持っていてガドブレ持ってくれてます。まあ、ただ封印耐性とかはないし、無効貫通もね必ず編成で補う必要がありますが、とは言っても三色攻撃10個持ってるんで火力はまあまあ出せますと。でガドブレはあるんで、あの防御力も無視できますから、最近高防御のなんじゃやっぱり多いんで、そこも全部排除できるのはすごい強いと思います。でスキルが1ターン落ち込んだし、上限が80億に指が2倍、ランダムドロリフが2ターンです。これは本当に2パターンの使い道ができて、まず1つはアシスト運用とかが一応できます。ただ結局上限80億が腐ってしまうのはすごいもったいないので、まあ、基本的にはミルコと桜ミクとかを合わせてあげて、上限解放の80億の指が2倍のドロリフ、その後まあ言うなら桜ミク使ってあげて、あのルーレット使ってパズルしていくみたいな感じが一番強いのかなと思います。で、まあ、そんな感じで使えるのもすごい偉いんだけども、やっぱりね単純に強いのがガドブレ持ってるにもかかわらず上限80億指2倍ドロリフ持ってるところですね。これ普通にあのシンプルに考えてほしいんですけど、あの上限80億指延長ドロリフが2ターンってことは、2体入れたらループできちゃうんですよ。毎ターンドロリフで花火とか消せて、チョークライムも消せて、暗闇も消せて、お邪魔も毒も爆弾も全部消せます。つまり毒、暗闇、お邪魔耐性0個でいいんですよ。必要なのはチョークライム耐性と、あとは毒目覚め、お邪魔目覚め耐性だけみたいな感じになっちゃうんでね、すごい強いし、でさらに言えばね、その上限80億もあるから、やっぱ火力も一緒だしね、指延長もあるしね、まあ、チョークライムに対してめちゃくちゃしんどいですけど、別にそこはねミルコ使わなきゃいいだけなんで1ターンって考えたら結構使いやすくない？でさらにこの覚醒とスキルもめっちゃ強いんですけど、結構一番エグいのがやっぱリーダースキルなんですよ。これこのキャラクターの強いポイントって本当にリーダースキルで、まずドロップを消すたびに攻撃力が 1.6 倍になります。じゃあ1.6 倍っていうのがどんぐらいの火力なのかっていう話なんだけども、だいたいまあこれをじゃあさ、なんていうの、10コンボしてるとしようか。 1.6 倍で10コンボするとするじゃないですか。そうすると10コンボでまず109倍出ます。はい。まずこの時点で109倍出るんですよ。それがちょっともうおかしくない？ただこういう青天井系のリーダーってどんどん火力出てくるんですけど、言うなら11コンボ組んであげたら175倍、12コンボ組んであげたら281倍みたいなね、まあ、落ち込んだしなんで基本的には281倍ぐらい片側で出すっていうのがメインになってくるかなと思いますが、まあ、一応ね13コンボ組めた場合は450倍で、
まあほぼないっすけど、もし頑張って14コンボ組んだ場合、落ちこなしたんでね基本的に、もし76で頑張って14コンボ組んだ場合は720倍の火力が出せます。まあ、正直14コンボ組むことはほとんどないので、基本的には12コンボぐらいだと思ってもらっていいかなと思う。11コンボはあんまりないね、逆に言えばパズドラって。うん、基本的にはまあ12コンボぐらい組めると思います、76なんで。12コンボでまあ281倍ぐらいの火力、まあ、11コンボでも175倍ぐらいの火力が出せますので、まあ、単純に考えてリーダースキル倍率が100倍以上火力あるって考えてもらえれば、基本的に100倍は絶対超えるんで、10コンボは 100% 超える。764は必須ね、もちろん764を前提として100倍片側の火力毎回出せるんで、まず火力が高いと。でさらにそのために固定50万入るから、10コンボ組んでれば固定500万ダメージ、これも悪くないよね。そしてもっとやばいのがその後、これが一番やばい。3色同時でダメージを 80% 軽減、3コンボ加算です。これやばくない？ここまで強いにもかかわらず実質 HP5 倍の3コンボ加算持ち、バグ、マジでこいつバグです。意味がわからん強さ。これがもう結論付けてるの、ミルクのやばさを。これよく考えてほしいんだけど、 80% 軽減で実質 HP5 倍じゃん。実質 HP5 倍にもかかわらずリーダースキル100倍出せて、固定500万ダメージ出せて、3コンボ加算もあるんですよ。強すぎん。でさらにスキルは2ターンで落ち込んなしの上限80億の指2倍ドロリフ持ち、パズルも安定します。毎ターン絶対に安定する。でかつバインド指3色はここで火力も出せる。ちょっとこう見るとさ、あまりにも化けもんじゃない？だから本当に正直言って、マキマの、まあマキマとかの変身することによって、だからね、もちろん変身することによって、もう超強化したバージョンみたいな感じだと思います、イメージとして。まあ基本変身不要だから厳密には全然違うけどね。ただ本当にそういうイメージを持ってもらって間違いないぐらいに強くなってるし、あとシンプルにバーテンダー黒飛びとかいるじゃん、あれも十分強いんだけど、正直使いやすさ的に黒飛び使うんだったらミルコ使えばいいんじゃねってぐらいには環境上位狙えそうな性能してますね。でしかもね、で1個言いたいの、今この動画を見てて中にはさ、いやいやユーコロさん結局5点超えないじゃないですかみたいな、わかるのよ気持ちは、5点超えないっすよねとか、あとは結局メレームピトの方が、あとまあ最近で言うとトウカグレイスの方が強いっすよねみたいな人もいると思うの、トウカダキとかねって思うんだけど、こいつのやばいところはガドブレ持ってんすよ。ここなんですよね、これなんですよマジで。ガドブレ持ってるんで、裏奥町って皆さん防御力マックス何億か知ってますか？実は裏奥町ってマックス防御力30億なんですよ。5点で全属性カウントしても210億が30億ずつ減られて、給料120億しか残んないんですよ。所得税なんですよ、はっきり言って。それに対してミルコ、160毎ターン確実に入ります。やばい強いよ。だから、毎回パズル組む必要がある時点で、パズルのめんどくささがあるので、結局多色っていう時点で、そのなんていうの、まさにアグドラールみたいな感じで使うのがめんどくさいっていう問題点はもちろんあるんですよ。これは間違いなくあるんだけども、ただやっぱそれ以上にこの 80% 軽減、3コンボ加算の固定 51.6 倍、このリーダースキル覚醒スキルってのはかなり強いと思ってます。だから環境最強まではいかないとしても絶対環境上位は来ると思うし、で何よりそれよりやばいのが防御力高いダンジョン、それこそ裏極悪、もうすぐ出そうじゃない？正直裏奥町とかってさ、奥町が難しすぎてだいぶ粘ったけど、簡単なダンジョンですぐ裏来るじゃん。そう考えたら裏極悪が来る可能性とかも十分あるけど、ってなったら裏極悪で防御力が30億どころか40億のキャラとか来たら、マジでさらに輝く可能性はあると思うので、僕はそのぐらいミルクをね今ねガチ押ししてます。まあ、交換できない時点であれなんですけどね、なんかヒロアカ弱いみたいな意見めっちゃ見たんですけど、正直弱いことはないかなと僕は思っていて、まあ普通にこのデコールワイドも強いと思うし悪くはないと思います。ただどちらかといえばみんなが弱いって言ってる理由は、サカスキイベントやね、酒イベントがあったじゃないですか、酒イベントがね、バーテンダーイベント、あのバーテンダーイベントのキャラ本当だからどれぐらいやばいかみんな分かったっしょ。あのバーテンダーイベントってマジやばかった、やばかったとか今も開催されてるけどね、だからやばいんですよ。あれほど全キャラ強いコラボってほとんどなくて、なんでぜひよかったら皆さんはね、ヒロアカ好きな人はヒロアカ、バーテンダーね、キャラ性高いんでキャラ欲しい人はそっち引いていただければなと思います。まあ、じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。